五条悟死亡確定。現在大ヒット中の劇場版呪術廻戦ゼロ。そんな呪術廻戦で史上最悪の展開といえば、五条悟の死。現代最強の呪術師であり、宿儺と並ぶ作中最強の一人ですが、実は五条について深く見ていくと、死は避けられないと見え隠れするんです。ということで今回は五条悟の死について徹底考察したいと思います。なお、呪術廻戦第171話までのネタバレを含みますので、ご注意ください。まだ見てない方は、必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それでは、どうぞ。だから僕は教育を選んだんだ。強く悟い仲間を育てること。まずは五条悟についてざっくり解説したいと思います。現代最強の呪術師五条悟。公式ファンブックによると、呪術界御三家の一つ五条家の当主であり、数百年ぶりの陸眼と無加減呪術持ちの超人であり、両剣界無料空手まで使える宿儺と並び最強の一人。そんな五条の目的は呪術界の変革。現在の呪術界を腐ったみかんのバーゲンセールと評価し、自ら強く悟い術師を育て、呪術界の変革を目論んでいます。また主人公虎杖、伏黒、釘崎の他人であることでも知られてますよね。そんな五条なんですけども、第91話、賢者によって獄門教に封印されてしまいます。そもそも獄門教とは、生きた結界原神の成り果ての姿であり、封印できないものはない特級呪物。その外見はルービックキューブのような立方体で、サイコロと同じく対面の輪が7になるように目玉が振られています。そして注目はその効果。物理的時間は流れてないっぽいね。五条が言うように、獄門教の内側では物理的な時間が流れていません。物理的な時間が流れてないということは、あらゆる生理現象が止まるということ。例えば年も取らないし、髪の毛が伸びたりもすることはない。お腹が減ることもありません。つまり五条悟は獄門鏡の中で老衰することもなければ、餓死することもないんです。ただ永久に閉じ込められているだけ。そして獄門鏡の定員は1名で、封印された人間が自死しない限りは再使用不可能。つまり五条悟は封印されているとはいえ、獄門鏡の内側である程度自由があるんです。とはいえ、内側からこじ開けることは不可能であり、現在五条を外側から解放できる手段は大きく4つ。まず1つ目が獄門教裏から天の坂鉾で解放。この裏門の中にも五条悟は封印されている。そもそも第145話、天元により獄門教には裏と表があることが明かされています。そして表と裏は表裏一体であり、獄門教からでも獄門教裏からでも五条悟は解放可能。そんな獄門教裏をこじ開ける1つ目の手段が天の坂鉾。天の坂鉾とは、全員当時がもともと所持していた特級塾であり、あらゆる術式を強制解除することができます。第72話では五条悟の無加減呪術さえも解除させ、当時は五条に攻撃を通して瀕死の重傷を負わせていました。しかし天の坂鉾は12年前に五条が海外に封印、もしくは破壊していることから、これはもう不可能。次に2つ目の手段が獄門教裏から国城で解放。国城とは、あらゆる術式効果を乱し総裁する塾です。ゼロ巻にて百鬼夜行の MVP ミゲルが五条に対して使ってましたよね。五条の無加減呪術を乱し総裁し、ミゲルも五条に攻撃を通していました。ちなみにミゲル曰く、国城を作るのには何十年もかかる代物とのことだったんですが、天の坂鉾同様に五条が全て消し去っているので、こちらも NG。 3つ目の手段が獄門教裏から術式で解放すること。第145話で初登場した天使という異名を持つ1000年前の術師クルス花、死滅回遊のプレイヤーであることから、その実態は1000年前に賢者と契約した術師です。そして最大の注目がクルス花の術式。その効果はですね、彼女の術式はあらゆる術式を消滅させる。おそらくこのやり方で五条を解放するのが最有力。そして最後4つ目が獄門鏡を賢者から奪い返すことです。あくまでも買い物の権限は表の所有者賢者のものだ。天元のこのセリフから察するに、おそらく天元から獄門鏡を奪えば買い物の権限も奪えると思われます。となれば、仮に天の坂鉾が五条悟に封印されようと、国城が五条悟によって消滅しようと、クルス花が協力しなかったとしても、賢者から獄門鏡を奪い返せば問題ないというわけなんです。という感じで、現状の五条悟についてまとめると、獄門鏡の中には物理的時間が流れていないので死ぬことはない。封印を解くために虎杖たちがクルス花を捜索している。このように五条悟は全然元気であり、意外とですね、危機的状況ではないんです。ではなぜ五条が死ぬと言えるのか、ここからは脅威の4つの伏線を見ていきましょう。ではここからは五条悟が死ぬ、こちらの4つの伏線を見ていきたいと思います。まず1つ目の根拠は作者のコメントです。ジャンプフェスタの呪術廻戦スーパーステージにて、芥見先生への Q&A が行われたんですけども、そこで呪術廻戦史上類を見ないとんでも発言が飛び出します。最終回はまだ完全に決まってないけど、虎杖、釘崎、伏黒、五条の4人のうち1人だけ死ぬか、1人以外全員死ぬかのどっちかだと思う。つまりハッピーエンドは絶対にありえないんです。そして今回の考察テーマにもなっている五条悟ももちろん
の死亡者の対象者。そしてこの発言通りならば、まずは4人中1人だけ死ぬバッドエンドならば、五条は 25% の確率で死亡確定。次に4人中3人死ぬバッドエンドならば、五条は 75% の確率で死亡確定となるんです。これはもう死は決まったようなもんなのかもしれません。次に二つ目の伏線がアニメのオープニング。皆さん大好きなアニメ呪術廻戦のオープニングでは、五条悟の死を暗示する伏線がいくつも隠されています。今回物議を醸し出しているのは、アニメ一期の第二クールのオープニングのとあるシーン。オープニングの中盤では五条悟の顔面がドアップされるシーンがあるんですけども、そこではなぜか五条悟の左目だけ輝きが失われているんです。そして驚きなのは、ここで流れる歌詞が、もう戻らない。そう、もう戻らないとは五条悟の左目、つまり陸眼がもう戻らないという意味なんです。そしてこの伏線を裏付ける要因になっているのが、同じオープニングの冒頭にて観音開きの窓の前に座る猫が登場するシーンです。最初は扉が開いてなくて猫の顔は見えてないんですけども、なんと窓が開くと猫がこちらを向きます。そしてその猫をよく見ると、なんと左目だけが描かれて青く光ってるんです。そう、青い目といえば五条悟、つまりこの猫は五条を意味しているんです。ではなぜ片方だけしか青く光っていないのか。それは五条悟がある能力を失ったからです。それが陸眼。そして五条悟に関わることで、窓のように開閉を意味するものとは獄門鏡です。つまり窓を開くことが獄門鏡の開閉を意味、猫の目が五条悟の陸眼を意味していて、五条は将来的に獄門鏡から脱出するも、そのタイミングで陸眼を失うと思われます。これは五条の死に直結しないんですけども、陸眼を失うことで大きなダメージを背負いそうですね。でもアニメのオープニングがたまたまそうなってるだけじゃないのって思うじゃないですか。そんなこともないんです。特にアニメ第1期のオープニングは今後の展開の伏線だらけなんです。例えば代表的なのが死滅回遊の伏線。アニメ1期のオープニングでは虎杖の足元に魚が泳いでるんですけども、実はこの魚が死滅回遊魚と呼ばれている縦島巾着台なんです。もちろんアニメ1期の第1クールで放送された時点ではまだ渋谷事変真っ只中であり、死滅回遊は未公表。このように本誌で明らかになってない情報がオープニングで暗示されていたことから、五条悟の死も現実になってしまうのかもしれません。続いて3つ目の五条の死を暗示する伏線なんですけども、こちらもアニメのオープニングシーンです。突然なんですけども、オープニングのラストのこの花見のシーン、どっかで見たことありませんか？そう、実はこのシーン、あのクロード・モネが描いた僧侶の昼食が元ネタになってるんです。こうやって比べてみると、五条や伏黒、七海のポーズなんかはそっくりですよね。ざっと制作の経緯を紹介すると、1865年度の寒天で入選を果たしたばかりのモネは対策として僧侶の昼食の制作に着手します。その後モネはなんとか完成させるも、経済的困窮から借金の担保として僧侶の昼食を引き取られてしまいます。その後モネが取り戻した時には、なんと湿気で右半分が腐っていたので、右半分を全て切り落としてしまうんです。右半分を。そして切り落とされた右半分にいるのは虎杖悠仁、伏黒恵、矢賀正道、五条悟。そう、切り落とされている箇所にいる人物は死ぬことになっているんです。実際この中で矢賀だけはすでに死んでいます。そして先ほど解説したように、呪術廻戦の結末は虎杖、釘崎、伏黒、五条のうち一人死ぬか、一人以外全員死ぬかなので、僧侶の昼食の法則を正しいとするならば、釘崎のバラが生存し、虎杖、伏黒、五条が死亡することになるんです。でもここで疑問があります。僧侶の昼食の左側にいる釘崎や七海は死んでるんじゃないの？釘崎はですね、死にたてほやほやで新田の術式で保存されていると作者が明言している通り、今後蘇生されると思いますが、七海に至ってはもうさすがに復活することはないと思うので、僧侶の昼食の法則が崩れてしまいます。とはいえ五条が死ぬ伏線はこんなもんじゃありません。次に最新単行本18巻の伏線についてです。皆さんは単行本18巻買いましたでしょうか？鮮やかな計り金字の表紙が特徴的なんですけども、実はこの単行本18巻にも五条悟の死亡の伏線が隠されています。それが2021年バレンタイン結果発表。これはですね、呪術廻戦の各キャラクターがバレンタインチョコを何個もらえるかというコーナーなんですけども、10位に対する芥見ゲゲ先生のコメントが掲載されています。そこではですね、七海健人249個、七海が人気だと安心するね、第2位伏黒恵236、ようやく立ち位置らしくなってきたね、そして第3位五条悟201個、まだ死んでないもんね、まだ。
そう、五条悟は今後将来的に死んでしまう可能性を暗示しているのかもしれません。という感じでまとめると、芥見先生のコメントより五条は最終的に死ぬ可能性がある。アニメオープニングの片目の猫、アニメオープニングシーンがモネの草上の昼食のオマージュになっている、単行本18巻の作者のコメント、という感じで五条の死の伏線が存在するんです。では五条悟が最終的に死んでしまうとして、どのような最後を迎えるのでしょうか。考えられるケースは3パターンあります。まず1つ目に誰かに殺されるというパターン、2つ目に縛りを破って罰として死ぬパターン、3つ目に仲間をかばい死ぬパターンです。まず1つ目に誰かに殺されるパターン。そもそも現代最強の術師である五条を倒せるキャラクターは作中でも限られてきます。実質五条よりも上と思われるのは1人のみ、そう完全体の宿儺です。現状五条悟と宿儺がどちらが強いかは決着がついてないんですけども、宿儺はその正体や術式など五条よりもはるかに謎が多く、隠し玉や切り札が数多くあると思われます。よって指20本取り込んで啓活を使い、1分間で伏黒恵みを使うのか、それとも別の何かの方法を使うのかで虎杖の肉体から分離し完全に自由になった完全体の宿儺ならば五条悟にも勝てるでしょう。君には今2つの選択肢がある。今死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。そもそも渋谷事変や死滅回遊など大きな章に惑わされがちなんですが、呪術廻戦の大きな目的は主人公虎杖悠仁が宿儺の指を20本取り込んで死ぬことです。となると現時点で15本の宿儺を取り込んでいる虎杖は今後必ず残り5本も取り込むことになります。とはいえ残り5本を取り込んでも肉体の主導権は虎杖にあるので宿儺は何もできません。というのも第111話の賢者の発言によると3つのことが分かっています。一度20本も指を取り込めば適応が追いつかず、一時的だが肉体の主導権は宿儺に移る。これはどういうことかというと、虎杖が毎日1本ずつ20本の指を取り込んだとしても宿儺に肉体の主導権を譲らない。一度に10本も取り込めば一時的に肉体の主導権が宿儺に移る。そして取り込んでいない残りの指は5本しかない。以上より1本ずつ宿儺の指を残り5本取り込んだとしても、残り5本の指を一気に取り込んだとしても、どちらにせよ虎杖が宿儺に肉体の主導権を譲ることはないんです。ただ一つ、啓活を除いては。ただしですね、宿儺は啓活を唱えても1分間しか肉体の主導権を与えられず、その1分間を逃せば二度と肉体の主導権を取ることはできません。となると宿儺が啓活を唱えるタイミングは確実に完全に自由の身になるタイミングでしょう。そしてもっと言えば、この啓活の1分間で宿儺は伏黒の蘇生の術式を利用すると思われます。そしてここです、この宿儺大復活のタイミングであの男が獄門教から解き放たれるんです。それが五条悟。という感じで宿儺復活までの流れをまとめると、虎杖があと5本の指を飲み込み合計指20本取り込んでいる状態にする、宿儺が啓活を唱える、伏黒恵みの蘇生の術式を利用し完全体の宿儺は自由の身となる、そして完全体宿儺対五条悟となるも最後は宿儺が勝利して五条悟は死亡。という感じでですね、宿儺の話を長々としてきたんですけども、五条悟を殺し得る唯一の存在は完全体の宿儺。よってここで五条悟は宿儺に敗北して死んでしまうと思われます。次に2つ目は縛りを破って罰として死ぬパターンです。呪術廻戦において縛りとは非常に重要な概念であり機能です。他者間との縛りは自らが自らに課す縛りとはわけが違う。その違いの一つにペナルティの不確定さがある。縛りを破った時どんな災いが降りかかるかわからない。第79話賢者の発言によると、自分の中での縛りは破ったところで得たものを失うだけなんですけども、他者間の縛りは破るとどんな罰があるかわからないことが判明しています。つまりですね、今後五条悟が敵味方問わず自分以外の誰かと縛りを結ぶ、そして縛りを破ってしまい死に等しい災いが降り注ぎ、最終的に五条悟は命を落とすという感じでしょうか。最後に3つ目に仲間をかばい死ぬパターンです。個人的にこの可能性が高いと思ってます。そもそも呪術界の変革を目論み強く悟い呪術師を育てることを目標に掲げている五条ならば、自分が変革をしなくても虎杖やはかりや乙骨が育てば自ら犠牲になって命を捧げる可能性が高いです。その上で今後五条にとって脅威となる敵としては完全体の宿儺、天元と人類が融合した人ならざるもの、ちなみに賢者もでしょうと考える人もいるかと思うんですけども、ひらひら逃げられるか、最悪君たち全員払われる。第11話で賢者は五条悟を倒せない、倒すより封印を進めると発言しているので、おそらく差しで五条悟と賢者が戦えば十中八九五条悟の勝利、よって五条にとって賢者は脅威とならないでしょう。つまりですね、自分ではどうにかできない敵である完全体宿儺、天元と人類が融合した人ならざるものに直面した五条悟は、仲間や後輩術師を助けるために自ら犠牲になって敵もろとも消え去ってしまうというケースでしょう。まとめるとこんな感じです。
五条は現状獄門峡に閉じ込められているものの、安全であり閉じ込められている限り死なない。しかしこのように4つの伏線が存在し、死ぬ可能性は高い。また死ぬ場合、仲間をかばって死ぬケースが最もあり得、ついで完全体宿難に敗北し戦死するケースも考えられるという感じです。皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。